んばんは。かわいい。かわいい。あれ、予想だにしない。あれ、あ、俺かわいい。かわいい。すごい。あれ、こちらで大丈夫ですかね。こちらで大丈夫です。皆さん、来ていただきました。あ、なんか、ちっちゃい。こんばんは、よろしくお願いします。かわいい。かわいい。一番かわいいですね。ひろつさん、せっかくなので、はい、自己紹介と、あと今、二択クイズを冒頭やってたんですけど、二択クイズとかってたまたまあったりしませんよね。はい、ありますね。おお、さすが。すごい。さすが。まず、ぜひお願いいたします。まず自己紹介の方から。はい、よろしくお願いします。はい、音色ラボ、音と食の研究所っていうことで、チャンネルをやっております。アリスナインギタリストのヒロトです。よろしくお願いします。わあ、よろしくお願いします。ヒロトさん、ボイシーは結構長くやられてましたっけ？はい、なんだかんだもう3年経ちましたね。早い。コロナ本当直前ぐらいだったんで、でも結構このツアーとか出てる時はやってなかったりとか。まあそうですよね。うん、そう、なんか僕実はずっとコンサートに続けてるわけでもなかったりして、なんかトータル2年、はい、2年ぐらいですかね、多分日数。あ、配信のその時間とかで言うと、うん、はい、まあでも始めてからもう3年やってるもん、もうデイベテランでございますので。なんかまあよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。コンセプトをちょっとずつアップデートしながら、今は音楽の音と、食、食べる方の食欲の研究所みたいな感じでテーマで話してます。あ、もう今研究所なスタイルになってるんですね。はい、僕自身を実験体にして人体実験してる結果を報告してるって感じです。すごい。ではそんなヒロトさんの二択クイズ、はい、ちょっと今スクリーンにはちょっと問題出せないと思うので、ちょっと口頭でまあ1と2って感じでちょっと教えていただけると。はい、はい、ですね、僕ヒロトが、心を落ち着かせるとき、心がざわついて落ち着かないときに、落ち着かせるときにやっていることは何でしょう。おー、気になる。じゃあ1、料理。うん、料理、うんうんうん、料理で、2、サボテンの、植え替え。おわー、ありそう。両方ありそうだな。おー、さあどちらでしょうか。シェイキングタイムスタート。あ、もう待って、2の方穴が開いてるな。私も調整しよう。これ大丈夫かな。うん、これヒロトさん、ヒントとしては結構これをやるタイミングって1年の中であります？結構ありますね。結構あるのか。ちなみにサボテンの方疑ってます、その質問って。いや、これどれぐらいの頻度でちょっとね、ヒントになるかなと思ったんですけど。サボテンもでもそう、サボテンイメージにそうなかったんで。あれなんですよ、種類にもよると思うんですけど、いわゆる丸っこい皆さんが想像するサボテンって、はい、トゲがあるじゃないですか、サボテンって。トゲありますよね、はい、はい。あそこのとこが触れてきて、そこにまた新たなサボテンのなんかこう、はい、本体っていうかができてくるんですよね。あ、ね、子供じゃないですけど、はい、子供みたいなのができてる、ね、そう、できて。でそれほっとくとちょっと良くなくて、それをこう取るんですね、はい、こうボコって、でボコってそれをまた新しいこの土のところに置いておくと、そこから根付いて へー、これはめちゃめちゃサボテンだけで1時間ぐらい話せそうなの。これサボテンもありそうですね、これね。怪しい。怪しい、怪しい。これ温泉あれですか、みんなハマっちゃってる、なんかうまいことなんか2動けるかな。私さっき試しに2行ったらなんかすごい落ちてしまったんですけど、でもう作動しちゃってるかな。あ、これ大丈夫かな。
まあなんとなく2の周りにいる人は今2かなって。あ、あれ落ちちゃった。してあげない。やはり頻繁に手入れしないと。そうなんだ。サボテンってなんかこう一回植えたらねそのままでいいのかなと思いがちです。そうでもないんですね。やっと今すいません音声かなんか止まっちゃってて、あ、飛んでました。今聞こえました。はい。あ、よかった。ちょっとじゃあ回答状況見てみると、1の料理の方が若干多そうな感じですかね。本当だ。では、ひろとさん、正解をお願いいたします。はい、正解は、残念、料理でした。料理。料理でした。こんなにサボテンと思わせといて。というわけでじゃあサボテンの方、熱いトークがあったのに落ちていただきましょう。落ちてるか、もうサボテンある意味落ちてますね落ちてました、ずっと落ちてました料理の方おめでとうございます。おめでとうございます。もしかしてファンの方だったら当たり前に分かっちゃったりします？いや、こんなことないと思います。あ、はい、これ難問、ファンの方でも分からなかったかもしれない難問ということで、ありがとうございます。ひろさん、突然の二択クイズありがとうございました。皆さん拍手ありがとうございます。すごい。でね、うちさん、せっかくなんで今回の、はい、あ、すいません、そう、どっちか、私もね、いや、めっちゃ迷ったんですけど、いや意外にサボテンじゃないかなってちょっと思い始めてました意外とでもサボテンもあの料理もどっちも心を落ち着かせるには結構向いてるんですけど、あのサボテン痛いじゃないですか、やっぱり浮かせる、ね、痛いですね、確かに痛そう。あれをちゃんとこう呼吸を整えてこう作業に行かないと結構怪我しちゃうんで、そういう意味であれに集中することによって結構心が落ち着いちゃうっていうのは実際あるところではあるっていう。これヒロさん、ご自宅には結構サボテンあったりするんですか？あのサボテンがですね、小学校2年生の時にですね、道端で拾ったサボテンっていうのがありまして、あれここ、うん、日本って道端に落ちてましたそんなメジャーな感じあったんですよ。僕の地元秋島っていうところなんですけど、東京の、なんでしょう、運命ですね、もうコンクリしかもコンクリートの駐車場の電信柱の根っこになんか根付いてるサボテンがあって、え、落ちてたって、あの鉢で落ちてたわけじゃなくて、生えてたんですか？そこに生えてたんです。え、いや、そっちなんでここに根付いてんだろうと思って、でもここにあると多分こう夏場とか熱の影響で枯れちゃうなと思って、丁寧に引っこ抜いて持って帰ったんですね。もうここの場所雑草だろうっていう扱いでちょっと僕はその時持って帰ったんですけど、すごい。でそれがですね、もう何株っていう単位なのか分かんないですけど、もうめちゃくちゃ増えて、ちゃんとそれも実際増やして、その後に鉢植えして、友人とかご近所さんにプレゼントをして、どんどんすごい。で今でその最初2株あったんですけど、多分もう200は優に超えてると思うんですよ、ね。すごい。累計。そう、生命力凄まじいですね。本当ですね。本当にほっとくといっぱいポコ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 可愛いのが出てくるんで、それちゃんと取ってあげると、植え替えると本当に育つって。あながちにも不正解じゃなかったみたいなところありますね。そうですね。みんな落とされちゃいましたか。10年に1回だけ花が咲くんですよ、うん、あ、うわ、え、10年に1回、はい、頻度的に今まで。めちゃめちゃレアですね。そう、エモーショナルな、うんうんうん、正解2ですね、これもうねもはやもはやね、両方正解ということで、うん、すみません、話したら。とんでもないです。いや、だからもしかしたらね、そう、今日ウッチーさんにね、あのテーマを聞いていただいたの、ちょっとウッチーさんからじゃあ広瀬さんにあのテーマをメインテーマ聞いていただいてもよろしいでしょうか。はい、あ、
はい、ありがとうございます。ですね、じゃあちょっとソロセッションになってしまうんですが、そうですね、今日のテーマがですね、2023年をプロが大予想というテーマになっておりまして、今年、もうスタートしておりますが、賢くしたたかに生き抜くためのヒントとなるようなお話、はい、伺えたらなと。こんなものがもう全く個人的な、ご意見でよろしいんです、よろしいあのご意見でいいんですがいいんですが、よろしいです、ぜひね、はい、よろしいんです。うん、こんなものが来るんじゃないかなとか、こんなものが今ね、ご自身ハマってらっしゃいますなんていうお話あれば伺えたらなと思ってます。結構先ほどまでのあんまりちょこちょこしか聞けてなかったんですけど、はいはい、点々バラバラでした。どんな感じの、もうバラバラですか。そうですね、音楽の話題が出たりとか、はい、あとは何でしたっけ、サプリの話も出たりとか、私はちょっとすいません、全然すごいもう一番軽いピューロランドの話をするっていう。ピューロランド、ヒロトさん行ったことありますか。あります。あります、はい、撮影で確か行ったんですね。うわ、いいですね。なるほど。あとピューロランドでライブをしないかってオファーが一回あって、はい、え、はいはいはい、すいません、すごい個人的にめちゃめちゃテンションが上がってしまいました結局ちょっと僕らでタイミングでできなかったんですけど、はい、そう、なんかあそこでライブもできるらしいです。そうですね、確かにイベントとか結構やってらっしゃるアーティストさんもいたりとか、私この間行った時に、その何ですかね、サンリオファンというよりはそのオタ活で来てる方が結構いらっしゃったんですよ。なんかそのなんかそれこそ好きなバンドの方の写真、アニメのキャラクターの写真とかを持ってお写真撮ってたりとか、いろんな活用方法があるんだなっていうのをちょっとお話しさせていただいたんですが、そんな感じでちょっと皆さん本当に個人的にこれが来そうだなというものをお話し先ほど伺ってました。個人的にですね、うん、正直僕に1年対2023年とかなんかあんま気にしたことがなくて、なんか今年の抱負とかって結構言ったり言わされたりするじゃないですか。あれ結構正直良くないなって思ってるんですよ。あ、もう区切りが年じゃない感じなんですねなんか今年こそ痩せるぞとかあるじゃないですか、結構そういうのとか、はい、今年こそはこれをやるぞってあれを意気込むことによってプレッシャーになってなんかこう辛くなって結局やめちゃうみたいなとこなんかある気がして、であとその1年って意外と すぐじゃないですか、もう、すぐです。そうですね、すぐ年末みたいなで意外となんかその1年間でできることって本当たかが知れてるなって僕思ってて、でなんかその1年単位でこれがどうこうっていうのを決めてしまうとなんか大体のこと失敗に終わる気がしてて、これはいいですね、このマインドとして。確かに今年何かやろうみたいじゃなくてってことですね。でね、なんかそうすると結局そのじゃあ1年って決めて1年でできないと失敗っていうこのピリオドがついて区切りがついて、で失敗しちゃったっていうなんか自分のこうモチベーションを下げることになっちゃう気がして。あ、めちゃめちゃわかります。確かに。だなんでめちょっと待ってください。あれめちゃめちゃ今いい話だったんですけど気になるところで、あれ戻ってきた、戻ってきたよかった。すいません、なんか思っちゃった。一瞬6年とか7年で変えるようにして、
この話質問を全くこうちゃんと返さないすみません。いや全く問題ないです。これはねむしろマインドとしてすごく深いので今走り続けてれば年は関係ないということですね。深いっていうコメントも来てるので全く、はい、その通り分かりました。なんで、すいません、あの2023年の段階で2030年のぐらいにはなんか来てくれてるかなっていうのを話すと、おおなんかこ個人での農業とかなんかコミュニティでの農業とかがもっと盛んになってんじゃないかなと思ってて、とかコミュニティってことですね。はい、これ今 の、 あの団体とかそういうのとはちょっと違ったスタイルってことですかね。そうですね、なんかこう農耕が始まった時ぐらいのぐらいこう15人から30人ぐらいとかのコミュニティで農業とか農業かそういうのをやってる人は7年後ぐらいもっと増えてるんじゃないかなと思ってて、うんうん、なるほど。で、最近シェア畑を始めました。あ、ひろとさんが始めたってことなんですね。すごい。何をちなみに育ててらっしゃるんですか。あ、あまた。あ、あ、よかった。なんかすいません、なんか切れちゃって。いや多分ねヒロトさん来たからめちゃめちゃ今参加人数増えちゃって不安定になってる感じ、ね、そうですよね。私も今しれっと戻ってきたんですけど落ちましたね、しれっとしれっと戻ってきましたはい、あ今延べ参加人数200人でございます。ありがとうございます。すごいありがとうございます。さすがにありがとうございます皆さんねえ。ヒロトさんがシェア畑で野菜を作り始めたということで、はい、そうなんですよ、オーガニック薬のお野菜を、うん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 、へえ、なんかまあ、ここでちょっと話すことじゃないのかもしれないんですけど、でも実際事実この今2023年現在戦争って始まってるじゃないですか、うん、始まってます。はい、そうで、なんか本当にいつ物流とかも途絶えるかも本当わかんないなって思ってて、うんうん、あ大丈夫ですか、戻ってきた。はいそう、自分と自分のなんかコミットだったりしてない。あ、今聞こえました。あ、今のねちょっと途切れ途切れにすいませんなっちゃって、きっと絶対いい話をしてるんだろうなとすいません。あ、今丸山さんのパパさんの声が聞こえましたね。あ、すいません、今結構ね途切れ途切れだったんですいません、もう一度お聞かせいただけると、はい、すいません。どこまで聞こえてましたでしょうか。そう、戦争が始まって物流が止まっちゃうかもぐらいまでですね。あ、そうですね。なんで、最低限自分自身と仲間だったりとかコミュニティ近いコミュニティの人とかが死なないようにというかものがある状態っていうのは、こう担保をした上で僕は音楽活動とかエンターテインメントのことをやりたいなっていうふうに思ってて、おなるほど。だからまあ今まで以上に小さい規模でいろんな人たちが農業をこう身近なところでやり始めるんじゃないかと、結構僕の周りでも最近多くて、あ、この農業
あのシェア畑とか始められる方が、はい、そうなんなんか確かに土いじりってね楽しいし、ね、うん、そう、あとその土をいじるというと発電してる電気っていうのがアーシングされてこう良くないその電気っていうのが体から出てくって落とせるんですよね。あの不調、倦怠感とかだるさとか頭痛とかそういうのが結構取れたりするっていうのが土いじりって、あとその細菌とかがやっぱりあったりするんで、それ実はやっぱりいい細菌とかもあったりして、うんうんうん、こうその土いじりしてることでとかすると結構あのいいことが多いんですよね、科学的に。うーん、で確かにあとその久しぶりにやるとねいいですよね、確かに、うん、あごめんなさい、日光、はい、あすみません、日光を浴びることになるとその血中のビタミン D3 のって、そうするとあの免疫力が上がるっていうか、あの風邪とかのそういうウイルスとかをやっつけてくれることにつながったりするんで、うん、とてもいいことが多いんですよ。すごいいいことだらけですね、めちゃめちゃ興味深い。おチャンネルではこういうことをいや素晴らしい、うん、いや結構ね久しぶりに土とかいじると、土って子供の頃の砂場触って以来触ってなかったりするので、そう、うん、こんなに柔らかかったんだなっていう。私もあのカブトムシの幼虫を育ててるんですけど、ちょっと農業とは違うんですけど、土をねエレファスゾウカブトってあの手のひらぐらいの今あの幼虫を育ててるんですけど、あれも土をねこう触ったりするのでね、結構土触ると落ち着くなっていうのは確かにあのちょっと実感としてわかります。いいですよね。あとみんなでこう、僕やってるのはこう本当に仲間というかみんなでやってたりするんで、普通に話しながらとかもやるし、あと休憩の時に一緒にこうみんなで持ち寄った食材とか、地元のおもちゃ屋さんとかも参加してて、で料理作ってくれたりとかで、同じそこの場所でこうみんなで作業してご飯食べるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。それが楽しいですね、うん、コミュニティとしての、まあ、農業っていう、まあ、コミュニティの役割も農業に出てきてるということですね、はい、いや素晴らしい、ありがとうございます、うん、その2023年をね、いやもう吹っ飛ばしてこう2030年って、いやこれから長いスパンで考えると、確かにこの個人の農業とかコミュニティの農業もっと増えそうなね気がします、うん、いやすごい、ありがとうございます。その1年スパンだと1年でやっぱりこう野菜ってこう土を耕してとかやってると全然うまく、3年目ぐらいからようやくみたいな感じなんですよね。なるほど。でなるとやっぱり何するにも6、7年とかある程度形になるまでってかかるなと思って、7年後にめちゃくちゃナイスバディになるぜとかだと結構現実的だったりするけど、今年の夏にとか言うと意外とね結構無謀だったりするみたいな。いやこれいいですね、考え方としてね、今年の抱負としてね、例えば皆様の農業じゃなくて人間の目標として考えても、長いスパンで考えていくと、うん、見ていくのがいいですね、うん、言うとなんか心もちょっと軽くなりますね。なんか今年もうなんかやらなきゃ、あもう2月になっちゃった、あと11ヶ月だって、会社の上司とかよくもう残り11ヶ月しかないんだよとかよく言いますけどカウントダウン早くないみたいな言いますけどね、そう身近じゃなくてもっとね長いスパンで見るというのは非常にこれありがたいお言葉ですし、このね物流に依存しないシェア農業、これ非常にこう興味出た方ね多いんじゃないかと思います。うん、いやーひろさん突然来ていただいたのに素晴らしいトレンド、ありがとうございました。ありがとうございます。あ大丈夫かな、大丈夫かな、ひろさん何かあの宣伝とかありますか。宣伝とかありますか。今あの音がようやく聞こえました。あよかった。なんか最後になんかの告知とか、はい、告知とか宣伝あればぜひ。
いいんですか？ぜひ。はい、はい、僕がやってるアリスナインがですね、ちょっとあの今年3日までで一旦あの活動が、凍結って形であの休止になってしまうんですけど。いや、そうなの、びっくりしました私も、はい、あの3月9日がツアー初日で、渋谷の Spotify オーイーストというところから皮切りに、はい、9月3日まで全国で、2週ほど、おそらく、あ、2週する2週す、はい、すごい、あの止まるバンドとは思えないような、あのエネルギーに満ちたエネルギーに楽しいライブを全国、うん、で展開していくと、門外していくと思うので、はい、あのぜひ企画の企画の声出しもとうとうね、あの完全に解禁になったんで、わー楽しみですね。いいですね、はい、いいな。ロックバンドのライブとはっていうのを体現体感して全国で思ってるので、なんかここには何かあると思います。はい、うーん、はい、何か生まれるツアーですね。はい、これちょうどさっきあれなんですよ、タクさんが今年来るのにロックが来るんじゃないかと。そうですね、つながりますね。ちょっとつながる、うん、だと思います。あ、で続いて、はい、あのちょっとこれまだまだちゃんと発表できないんですけど、大丈夫ですか、浦島大丈夫ですか？初解禁が以前あれだ、パパさんと、はい、なんだっけ、メタバースかな、確かやらせてもらった時、はい、にサウナの話に一回確かに行った気がして、あ、なりましたなりました、サウナ、はいはい、でまあなんかそんなのが布石になったのかなってないのかあれですけど、ちょっと、はい、とあるサラボをちょっと僕個人的にするかもしれなくて、あ、どうなったと、サウナ関連とですか、はあ、サウナ関連で、すごい、サウナ関連で、すごい、ちょっと僕ちょっと音楽だとバックをそのチすごい、はあ、へえ、そんなコラボが、整い飯みたいなのをちょっとプロデュースさせてもらうみたいな感じが無理そうです、なりそうですか、本当なんかあるコロナってこだけちょいよ、ここで言わせてもらいました。これは楽しい、整い飯すごい、 いいですね、食べてみたい、これは食べてみたい今後ね、その、うん、結構その活動割とこの音色ラボのテーマそのものというか、音楽と食うと、うん、あ、確かに音楽と食、うん、はい、それを持ってエンターテインメントして、あの健康に楽しくっていう、うんうんうん、でそしてコンセプト通り、うん、そしてロック、うん、はい、素晴らしいですね、ありがとうございます。じゃあぜひヒロさんのその、まあ、全国2周ツアーとその整い飯、はい、もう今後ありそうなので、うんうん、皆さんぜひヒロさんの活動これからもチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。ゆきこさんライブ楽しみですということで、ライブ行くもう決定してるんですね、ぜひ。あ、落ちた、あ、でもなんか下に下にすいません、ステージこれたまにちょっとバグっておりまして、抜けられるかな抜けられるかな、なんか埋もれてる感じが、はい、あー、なんか海底に落ちた、あ、じゃあ復活してくるかな、これ奈落に落ちたんだ、多分上がってきますね、なんか月みたいなところ落ちました、ね、あ、来た来た来た、これ、あ、飛んでる飛んでる、あ、また落ちた、ま、ちょっとそこ穴開いてるんで気をつけてください、あの僕がよかった、まあ、というわけですみません、ヒロトさんもね来ていただいて、はい、ちょっとボーナストラックみたいな形で、すいません、お話ししていただいてありがとうございました。浦島初日の第1セッション第2セッションボーナストラック含めて皆様ご参加いただきましてありがとうございました。改めてありがとうございます、
まず MC 頑張っていただきました内田恵美さん、ありがとう。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。そしてすいません、突然お忙しい中、明日も多分ファンイベントとかいろいろあるのにお忙しい中、ありがとうございます。ヒロさんご参加ありがとうございます。お疲れ様です。やってきます。そして先ほどご登壇いただいた方々ですが、まだいらっしゃる。改めてニック大西さんいるかな。ありがとうございます。ソリス朝子さん、あんまり喋れなかったので落ちちゃったと思うので、改めてご覧ください。ありがとうございました。そして永田先生、ありがとうございました。たっちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで間に合ってよかった。というわけで1日目ありがとうございました。明日2月11日土曜日